待てこら。主様ほか3名お連れいたしました。ご苦労、ここからは私が。参るぞ。はい、来た。うわぁ、なんか緊張する。粗相のないようにね。なんだよそれ、いいじゃん、田舎者なんだから。サウルたち開き直ってるし。陛下、お連れしました。タタの村の者よ、名は何と申す。俺、シュ。僕はジーロと言います、ジブラル王。私はクルック。マルマロ。おお、なんとも元気の良いことよ。いやー、王様もよく助けてくれたな。相手は王様なんだから、もうちょっと言葉遣いってものを考えたらどうよ。あ、よいよい、その方ら、まずは安心せられい。村の者たちには宿を与え、休ませておる。しかし何故、村人総出でジブラルを目指したのか。ネネのせいだよ。ネネと？地ザメを操る悪い奴だよ。まるでその方ら兄弟だな。あのジブラル王、詳しいことは私たちが。どうもこの二人じゃ的を得てなくて。でも簡単に。いや、そういうことだろ。タタの村は一年に一回紫の雲とともに現れる地ザメに襲われていたんです。そのせいで村はほとんど壊されてしまって、それでとても住めなくなって、村人全員でジブラルに保護してもらおうとやってきたんです。年に一度、紫の雲か。陛下。うん。ああ、そなたたち一緒に来てくれ。なんだ、あれ。ねえねえ、あれ何？津波の核と我々は呼んでいる。核？どういうことです？あれは年に一度この一帯に降りてきて津波を起こすんだ。それはいつも紫の雲の出現とともになされている。紫の雲？ねねのことだ。我が国その度に甚大な被害を被ってきた。だが半年ほど前、我々はようやく核を揺り動かす紫の雲から飛び立った。一機の空飛ぶ船の撃墜、捕獲に成功したのだ。空飛ぶ船ってメカットのことじゃない？捕獲した船の構造を分析し、紫の雲と共に現れる汚染を沈め、秘策を編み上げた。すげえ、俺にもそれやらせてくれよ。そことは待っておった。そなたたちもどうだ、攻撃隊に参加してはくれまいか。そなたたちの魔法、実に心強い味方になる。もちろんお手伝いします。感謝する。ワイド、諸国それぞれ一年に一度さまざまな災いが訪れていることを世も知っておる。タタの村を襲ったネネとやらはそれら災いを起こしていると見て間違いない。我らは年に一度の災いの様子を見に
諸国を回ったところで、その人でそなたたちと会ったというわけ。ジョン、ゾラ様も一緒に戦うんだよね。無論だ。そっけな。分かってないな、シュウは。はあ？